次に小川淳也君、小川君立国者の小川淳也です。今日は閉会中審査にご協力いただきましてありがとうございました。ただ、私どもとしては速やかな臨時国会の開会を要求しております。ぜひ、委員長、そして大臣以下、政府の関係者におかれても速やかな国会開会にご協力いただきたいと思います。冒頭、少し気になりますので、大臣、お答えになられる範囲でお願いしたいと思うんですが。 総理大臣が先般病院に入られたということでございます。もちろん単純な検査だという報道もありますが、方や健康不安を抱えておられるというお話もあるようです。これ国民にとっても大変な関心事でありますので、普段閣議で、閣僚懇談会で、対策本部で、あるいは様々な調整の場面で、大臣がどのように感じておられるか、お話しいただける範囲でお話しいただきたいと思います。加藤厚生労働大臣。 あの、実際の体調運動に関しては、あの、それぞれ総理あるいは官邸からいろいろと発表があるんだろうと思いますので、私から、えー、何かそれについて申し上げるということはございません。それから日頃感じている中においては、私は日頃、あの、これまでとですね、お変わりはないというふうに認識しております。委員長小川君、はい、あの、今日からご公務に復帰されるとお聞きしておりますし、万一体調の問題であれば、これは人道的に、 本当にお見舞いを申し上げ、ご回復を記念いたしたいと思いますし、ただ一方でこの状況下ですから、国民の健康や命の問題からすれば、決して、だからどうということにはならないわけでございまして、速やかな人頭指揮への本格復帰をぜひお願いしたいと思っております。それで大臣、今日、閉会中審査なんですが、これ私自身も不明の至りなんですが、 この夏の期間は、少し感染が抑えられるんではないかと、勝手ながら期待していた部分がありました。それは季節性のインフルエンザや、この紫外線、湿度によって少し追い風、感染抑止という観点から言えばそれがあるんではないかと、期待もあったわけです。しかし、残念ながら状況はご存知の通りでございまして、大変大臣もご苦心を重ねておられると思います。でそこで 今さらなんですが、今もってなおお認めいただきたいのは明確に、これ第2波だと、3月、4月、悶絶したあの第1波、一旦克服したかに見え、緊急事態宣言は解除され、そして今日に至っているわけですが、これは明確に第2波だという認識でいいですね。加藤厚生労働大臣。あの、第1波、第2波という言い方なんですけれども、例えばその。 初期の中国経由のウイルス輸入症例が生じたときを第1波、あるいはその後の欧米経由のウイルス輸入症例が国内に関しており第2波、第2波と表現したこともございます。で、従ってその現在、そのどういうことをもって波というかどうかについて、必ずしも定義があるわけではありません。だから委員がだから何をもっておっしゃっておられるのか、例えば新規感染者数が、 ふっと増えてきてますよという、それを波だとおっしゃるんであれば、ここに来て新規感染者数が増えてきているとこれは間違いない事実だというふうに思います。ただ前回の 状況と今回を比べるとですね、その内容においては、例えば軽症者の割合若い人が多い、そして重症化の数が少ないという、そうした違う点もあるわけであります。あの別に私どもは現在新規感染者数が増加をしてないなんてことを言うつもりも全くありませんし、前回に比べてもかなり新規感染者数が多い状況になっているということ。このことは、 あのアドバイザリーボードからもそうした指摘を受けているところでございます我々もそういう認識の下で,です、ね、でさまざまな対応を行っているということであります委員長小川君、まあ、いろいろ第2波なのか、3波なのか、それ言い方、いろいろあるでしょう、しかし、あの時は、3月、4月は、あれをもって緊急事態宣言を発出し、国民生活に大規模な自粛要請をかけ、 そして、ま、限定的とはいえ、保障に努め、そして一旦感染収束かに見える状況まで作り出したわけです。で、これを、ま、第二波と言いたがらない気持ちも、わからなくもないんですよ。当然、じゃあどうするんだということになりますからね。で、私に言わせれば、どうもそれを回避する。その、中核的な責任回避から、まさにおっしゃった何をもってどう言えばいいのか、 を政府がさまよっている限り、国民はさまよい続けるということだと私は思うんですよ。みんなに普通の日本語で理解してますから、状況を定義してますから。その定義の中核から政府が逃げておられるということが、この後いろいろ議論したいと思いますが、問題の根本にあると。あたかも無意無策のまま、ずるずると感染だけが拡大していると。言わざるを得ない現在の状況の根本責任は政府のそのせ姿勢にあると。 いうことを私は強く感じています。尾見先生、今日はありがとうございます。あの、社会保険病院の理事長としてお越しいただいています。で、片や先生は今、分科会の責任者として、専門的検知から、まあ、大変なご見識もお持ちですし、ある種説明責任が発生しておられる。で、その範囲で、お答えになれる範囲でお願いしたいんですが、ちょっとまずお聞きしたいのは、八月の七日に、新たな 警戒基準を4段階示されました。で、端的にお尋ねしたいんですが、まあ、あえてここで第1波と言いましょう。4月5月の段階、3月4月の段階で、人口10万人あたり、2.5人の感染者が、1週間で発生すれば、自粛要請なり、さまざまな働きかけを 公的に行う必要があるという基準を一旦置かれました。十万人中一週間で2.5人です。これ東京で言えば、十万人中2.5人ということは、一週間で350人ってことなんですね。一日50人ってことです。まあ今から言えばそれぐらい厳しい基準を置いてた。ところが八月に改められた新たな基準では、ステージ4、一番重い基準は、いきなり 10万人中25人になってる。1週間で3500人。1日当たり500人だという基準にいきなり大幅に緩和されてる。この理由は何ですか。独立行政法人地域医療機能推進機構、尾身理事長。 お答えいたします、えー、とまずあの、感染の状況というのは日々変わっております、それで先ほど大臣の方のご質問にありましたけれども、えーと、緊急事態宣言を出した4月の7日ですよね、それと今とおいろんな共通のこともありますが、えー、実はあの違うところも多くございます。 したがって、私ども今回、8月の7日に出して、出させていただいたものはですね、今までのまあ初期の頃と、それから緊急事態宣言を解除した後のいろんなさまざまな経験もあるし、感染のいろんな状況が異なっているのは、先生もご承知のとおりであります。したがって、前に一度やった基準を、そのまま、前に基準を出したから、そのまま踏襲するということは、 公衆衛生っていうのは感染の状況によって様々な対策を、対応を変化させていかなくてはいけないというのはこれは公衆衛生感染症対策のこれ基本でございます。したがって今回私どもが8月7日に出してもらった一つ一つの数については違いますが、あそこで今8月7日の基本的な考えはですね、 あの、緊急事態宣言を8月、4月7日に出した時の状況は感染の数だけでやったわけではなくて、むしろあの時の先生も多分覚えてられると思いますけど、最大の理由は2つあったと思います。それは1つは、あ、そういうことで、まあ今回の8月7日に出したのは感染の状況ももちろん考えます。それと同時に、まあ医療の 体制ですね。ベッドの問題。それから、いわゆる監視体制というようなものも、総合的に出すと。しかも、まあ、各都道府県の知事がいろんなリーダーシップを発揮しており、おって、私はそれは非常に重要で尊重したいと思いますが、こういう時期になってですね、国としての考え方、基本的な考え方、あるいは指標、何をすべきかステージごとに出すというのが、私は責任だと思ったので、 分科会として提案をさせてもらって、あのそういう意味では、指標が一つ一つの,あの数が違ったということは、むしろ当然だと私は思っております。委員長小川君あの。状況が変わるというのはそうだと思います、それから初動段階で、まあ、あえて第2波といいますが、第2波の初動段階で重症者が少ないと、あるいは高年齢層の方への感染が少ないということもそうだと思います。 しかし、それもまた刻々と状況は変わってますよね。すでに。その前提で、今の定性的なご説明は、2.5人を25人10倍に緩和したということの説明になっているのかどうかは、私はは,なはだ疑問です。で、私どもから拝見していると、ゴールポストが動くんですよ。最初、基準を立てて、客観的に議論します、対処しますと言いながら、状況が動くとゴールポストが動く。 じゃあその基準は、現実を縛るものじゃなかったのかと。基準に合わせて感染状況を絞り込む、抑え込むものじゃなかったのかと。逆に、皆さんが作られている基準は、現状を追認し、現状に追従しているものなんじゃないですか。そこで守ろうとしているのは政権は対応していると。 対処してるという対面であり、メンツなんじゃないですか。私にはそう思えてならないで。自治体もね、頑張ってると思いますよ。しかし、今となっては、東京アラートってどこに行ったんだと。大阪モデルってどうなったんだと。この政府と同じような、ある種、まあちょっとパフォーマンスという言い方までするときついのかもしれませんが、少し政治的な思惑とか、政治的なパフォーマンスが先行し、 その陰で客観的な感染状態とか、あるいは国民の健康に関わる問題が後回しにされているような印象を、この夏ずっと受けています。じゃあお聞きします、大臣。新たに作られた基準で、今全国でも人口あたりで最悪の状況にあるのは沖縄県ですよね。沖縄県の病床使用率70%を超えています。ステージ4の50を超えて70%。 療養者数は、ステージ4の10万人当たり25名を超えて64名。そして、陽性率、検査の陽性率は、ステージ4基準の10%を超えて10.1%。市中感染経路不明者の割合、ステージ4の50%を超えて68%。ここでは、尾身先生、明確におっしゃってますよ、分科会の基準で。 ステージ4に行けば、緊急事態宣言など、強制性のある対応を検討せざるを得ない。政府がやらないから、県が独自でやってるじゃないですか。大臣、これ、新たな基準に緩和したことも私は疑問だと思いますが、大幅に緩和した新たな基準でも、すでに沖縄県の現状はこうです。大臣、これ、速やかに、緊急事態宣言、国としての沖縄県特定、まあ、東京も大阪も大変な状況ですがね、 一番ひどい沖縄県に焦点を当てたそういう対応、考えるべきじゃ加藤厚生労働大臣。まず先ほど、ゴールポストを変えてるわけではなくてですね、要するに状況が、要するにまあサッカーでは相手の戦略が変わって、ウイルスがいろいろ分かってきたから、それに応じて体制を変えてるということだけであって、最終的な私たちのゴールポストというのは、新規感染者数をいかに抑えていくのか。 その中で重症化死亡者はどう抑えていくのか。そして一方で、経済的なですね、ダメージを最小限に抑えるか。これが私たちのまさに目標でありまして。その中で、感染症、あるいはこのコロナウイルスの実態等が分かる中でですね、それに必要な対策を打ってきている。そして、それを踏まえて先般、えー、分科会においてですね、こうした指標もお出しになられたということだというふうに思います。で、その上で、あの、 この指標はあくまでも目安ということでございますので、それぞれの状況を踏まえながら各県、あるいは国が総合的に判断をしていくということでありまして。今、あの、いろいろご指摘いただきましたけれども、まあ沖縄においては、 いわゆるレベル4の状況に来たっているものと、まだレベル3にとどまっている状況と、これいろいろあるんだというふうに思います。で、そういった中で国としては、このステージの判断と合わせて、緊急事態宣言をどうするかについては、これまでもそうでありますけれども、専門家の意見も聞きながらですね、必要な場合においては判断をしていく。こういう姿勢には変わりはないということでございます。加えて、 沖縄の状況は我々も懸念をしているところでありますので、先般、橋本副大臣にも現地に入っていただいて、そして沖縄県ともよく協議をし、看護師、あるいは保健師等の対応について、全国知事会にもお願いをし、あるいは自治体の要請、自衛隊に対する要請も踏まえた対応と、必要な対応をさせていただいているところでもあります。委員長。小川君。これは既に指標を見る限り、必要な対応を取るべき局面に来ているのではないですかというご指摘、指摘です。 必要な対応を今後検討するじゃなくて、もう必要になってんじゃないですか、という指摘なんです。まあ、保健師さんを送られるとか、異例の対応、特別な対応されていることは受け止めたいと思っています。が、それで本当に十分ですか、ということであります。それで、実は議論したいのは、本当に議論したいのはここなんですよ。私は基準が動くことも非常に眉唾で受け止めていますし、動かした基準に適合したにもかかわらず、措置を発動しないことにも疑問を感じています。 ただ全く理解できなくもないんです。先般発表された GDP の約3割減なんかという話も、まあ大変な話でしょうで。簡単には自粛要請かけられない。それも理解してるつもりです。で、じゃあどうするかなんですよ。そこがないんです、今の政府に。じゃあどうするんだと。これ結論から言うと、もう兼ねてから提案してますが、 検査の徹底拡大しかないんじゃないですかで拡大に努力はされてると思います。確かに一日数千件から始まって、数万件のところまでは来てる。それはその通りなんです。だけどですね、検査の基本哲学が変わってないところを私は問題にしたいと思っている,いるんです。基本的に症状のある方を追いかけてます。そして接触歴のある方を追いかけてます。 その症状のある方を広げようとしている。もともと35度、7.5度以上4日間でしたからね。その症状のある方の範囲を広げようとしている努力は受け止めています。それから接触歴のある方を広げようとしている努力も認めています。が、さっき申し上げたように、もはや沖縄に至っては市中感染経路不明が7割近くでしょ。東京も6割を超えている。 ということは、そもそも症状のある方と、接触のある方を追いかけるという基本戦略自体が、今の状況に照らして間違ってんじゃないですかと。とても対処できないんじゃないですかと。いうことが根本的な問いかけなんですよ。大幅に、もうそれこそ、いつでも、誰でも、どこでも、何度でもとよく言う、最近言われてますが、検査を拡充するしかないじゃないですか。 その上で経済、社会活動、出張も旅行も含めて、ある程度活動を再開していただく、本格的に。その方向しかないじゃないですか。簡単に自粛要請かけられないんなら、とにかく検査の網を広げる。手軽に、便利に、身近で、速やかに検査を受けられる。それしかないじゃないですか、大臣。そのちょっと根本的な認識、まずちょっと聞かせてください。加藤厚生労働大臣。 あの、PCR 検査の関係でありますけれども、まあ、現時点で1日あたり PCR 検査だけで見れば5万4千件、あの、抗原定量検査で入れると8千件、簡易キットで2万6千件、で、簡易キットについてはま、さらに増産が期待されるわけでありますけれども、そうしたようにだんだん能力が高まってきております。それから実際、検査実績も8月6日では1日あたり3万2千件を超える状況に来ていると。 それから発症から診断までに要する日数も、4月中旬が7.6から、7月中旬5.2日に短縮している。まあ、こうした状況の中でですね、あの先ほど委員がおっしゃったように、もちろん必要な方にやるというのはこれ原則でありますけれども、診療上必要な方、それから疫学調査上感染を防止する上において必要な対象について、当初はその、 濃厚接触者で症状がある方でいう特に限定してましたけれども無症状の方にも拡大をしていく。さらにはそうでない濃厚接触者でない方についてもそれぞれの市町村の判断で広げていただいて結構であるということ。加えてそこの施設に発症していなくても地域全体において感染状況が非常に高い等々の状況があればですね、それぞれの判断においてですね、検査していただいて結構であると。 例えば、えー、沖縄においても、そうした繁華街を中心にですね、積極的な疫学調査も行われているわけでありまして、それに対しては国もしっかり助成もさせていただいている。えーそして さらに、えま、ー、様々な唾液のみならずですね、様々な検査手法も導入をさせていただく中で、鋭意拡大を図っていく。まあ、そういった意味で、その委員と私どもそんな趣旨、趣旨は変わっていないんだろうと私は思うんでありますけれども、はい、ただ、いずれにしても限られた資源でありますから、それをいかに有効にしていくのか。それから沖縄の県について申し上げれば、なかなか分析機関が県内には十分確保できないというお話もありました。 県外に出すと一週間程度かかるという話もありましたんで、私ども民間の検査機関ともお話をして、えー、受けてから次の日には検査ができる、そんな体制もですね、沖縄県と連携しながらやらせていただいているところでございます。ただもう一つ大事なことは、検査でですね、やはり陽性になった方をしっかりと受け止める場所も作らなきゃいけない。 まあそういった意味で、医療機関は元より宿泊療養等々、場合によっては自宅ということになったとしても、しっかりとしたフォローアップができる体制、これも並行して実証していかなきゃいけないということで、総合的な取り組みをすることでですね、そこは先は委員と一緒でありますけれども、そういった形の中で、新規感染者数の増大、あるいは重症化死亡者数の抑制を図っていきたいというふうに考えています。委員長小川君、もう2月からずっとその大臣の最もらしい答弁は聞き続けてきたんですが、 結果がこうですからね。その前提で申し上げてるわけですよ。それで広げようとしてる努力は認めてるんです。ただ、大幅な概念転換が必要でしょう。と申し上げてるわけです。症状のある方と、地域限定、職種限定、それはいろいろあるでしょう。しかし、限定しようとしてることが、依然として広い意味でクラスターを追いかけてるわけですから。それじゃあ、7割の市中感染に対しては、どうも手立て、手立ての、 打ちようがないですよねということを申し上げているわけです。それで、ちょっと悲しいかな期待してるのは、最近世田谷とか、長崎とか、もう自治体と医師会が連携して国がやらないから、一生懸命自助努力でやってるじゃないですか。こういうことを抜本的に応援してもらわなきゃいけないわけです。国としては。というか、ドライブしてもらわなきゃいけない。牽引してもらわなきゃいけない。 ニューヨーク、今、大臣一日五万件だとおっしゃいましたがね、ちなみに参考までにご存知だと思いますが、ニューヨーク人口一千九百万人で一日七万件ですよ。ニューヨークだけで。七百五十箇所。で、どんどん唾液にシフトしてんだそうですね、やっぱり。自分で取れるように。やっぱり、医師が綿棒を突っ込むって無理ですよ、物理的に。数を広げるのは。それから、療養施設も大臣限られた資源とおっしゃ、おっしゃった。資源を限ってるのは政府の無策じゃないですか。 大臣が旗振らないからじゃないですかということを申し上げてるんですよ。大方針の転換があれば、資源配分を大きく変わる力学が働き、そして今必要となる市中感染を予防するための社会的検査をかん行う環境が整う。こういう順番で物事を考えるべきじゃないですかと申し上げてるわけです。ということなんです。今、ニューヨークだと陽性率0.86%らしいですね。0.8、1%を切ってる。 で、十万人中十人以上の感染があると、簡単にはニューヨークには入れない。そのぐらいの移動制限もかけてる。そういうことで抑え込もうとしてるわけです。ちょっと早口になりますが、この間、まあ、世田谷、長崎も応援してほしい。これ、世田谷に至っては寄付でやるって言ってるんですよ。こんな大事なことを。寄付金集めてやるって言ってるんです。これは政府が全面的にバックアップしてくださいよ。十兆円の予備費で。これ切にお願いしたい。だから、小笠原の定期船も、 初めてだと思うんですよね。私、社会的検査という意味では。船に乗る人全員検査してくれと。どうも2割ぐらいの方は受けなかったようですが、初めてだと思います。検査が社会化されるという意味では。ああいう小さな実例を速やかに全国区に広げなきゃいけない。そこに大変な熱意を、大臣は振るわなきゃいけない。ということだと思うんです。これ、もうごめんなさい。本当は、もう、5時間ぐらいちょっと質疑時間。 いただきたいところなんですが、これね、ちょっと捨て置きないことなんで聞きますよ。今、もうとにかくそういうことです。そういうことです。基準を勝手に緩め、しかも適用しない。一方で検査の拡大もしない。これじゃずる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 、無策のまま広がりますよ。そういう状況の中で橋本副大臣、事務政務官、先般のような報道がなされたことは極めて不謹慎、不適切ではありませんかお二人はどういう関係にあるんですか職員の指揮にも関わる。お二人は交際されてるんですか 橋本厚生労働副大臣、はい、あの個別の週刊誌の報道につきましては、お答えを差し控えます。一方で、新型コロナウイルス感染対策につきまして、政府を挙げて全力で取り組んでいる状況を踏まえ、十分に注意して行動し、引き続き全力で職務に当たるよう、大臣からご注意をいただいております。改めて、新型コロナウイルス対策をはじめ、厚生労働副大臣の職務に全力で取り組んでまいります。事務 地味厚生労働大臣政務官。お答え申し上げます。個別の週刊誌の報道については、お答えを差し控えさせていただきます。一方で、新型コロナウイルス感染対策につきましては、政府を挙げて全力で取り組んでいる状況を踏まえ、十分に注意して行動し、引き続き全力で職務に当たるよう、大臣からもお言葉をいただいたところでございます。 改めて新型コロナウイルス感染対策をはじめ、厚生労働大臣政務官の職務に誠心誠意全力で取り組んでまいりたいと存じます。委員長。小川君。あ、尾身先生、もうこれ聞くに耐えない答弁ですので、どうぞ。今日もこれ以上お聞きすることはありませんので、答えしていただいて結構です。これ、お二人、個別の週刊誌報道について、だから答えないという答弁ですかいや事実について教えてください。 7月17日夜間9時から未明4時、参議院宿舎、事務政務官のお部屋だと思いますが、橋本副大臣、事務政務官のカードキーを使って、部屋に訪ねた事実はありますか。橋本厚生労働副大臣。あの、週刊誌の方での、ので、えー、取材に対しまして、私は他の参議院の え先生のお部屋にお伺いをしたと申し上げております委員長小川君自民政務官との結婚について聞かれて神のみぞ知るってどういう意味ですか橋本厚生労働副大臣関わるんですよ 未来のことでございますので、まあ、私の立場で、未来のことでございますから、私は何とも申し上げようがございません、そういう意味でございます委員長君普通、交際してない方との結婚について聞かれて、神のみを知るとは答えませんからね。まあ、これ以上、当然言えるはずもないでしょうから、ただ、ごまかしたと、隠し立てしたとお二人の答弁、仲良く揃った答弁でしたね。 これは今のこのようなご時世で、大臣からも注意を受けてるんでしょ、お二人は。まあ、当然、ご本人、お二人とも反省されてると思いますが、それで済みませんよ、今の状況では。けじめつけられたらいかがですか、副大臣。橋本厚生労働副大臣。えー 新型コロナウイルス関連対策につきまして、政府を挙げて全力で取り組んでいる状況を踏まえ、十分に注意して行動し、引き続き全力で職務に当たるよう、大臣からご注意いただいておりますので、そのことを真摯に受け止め、新型コロナウイルス対策をはじめ、厚生労働副大臣の職務に全力で当たってまいりたいと考えております委員長、小川君。まあこれ、もうこれ以上お聞きしてもあれでしょうけれども、あの私どもとしてもこれ、 不問に付すわけにはいきませんから、あの、しっかりとした公の場で議論させていただく必要がコロナ対策のためにもあるという前提でした。それで、大臣、ちょっともう一つだけ頭に入れていただきたいんですが、あの、私、最終的に、これは唾液の簡易キット、抗原検査で30分で結果が出る。 で、今、単価が五千円高、六千円高であるはずです。で、それが最終的にはコンビニやドラッグストアで極めて安価か、または無償で手に入る。そのぐらいの状況に持っていかざるを得ないし、今それが最善じゃないかという考えを持っています。で、事務的にお聞きしたら、今この唾液の簡易検査キット、生産できる会社は2社。 2社で合わせて1日13万個生産できると。ただ、13万個っていうと、もう今の検査体制のもう2倍、3倍になるんですが、それでもね、それでも計算すると、1億個を作るために3年かかるんですよ。それでも。だから本当に大臣が旗振って、自粛要請簡単にかけられないんだったら、とにかく検査を一般化するしかないと。 いう前提のもとに大方針を掲げてほしいんですで。それ以外に今この日本社会の感染状況、置かれている感染状況を反転攻勢に導く道はないと思いますよ、今。それは重ねてお願いを申し上げたい。最後に二分。これもちょっと、あの、あえて私の責任でお尋ねするんですが、大塚政務官、副大臣、長い間ありがとうございました。 え、二月から、これもちょっといくらコロナの状況といえ、私どもとしては不問に伏せない。見過ごすことできないんですが、桜の名簿。公文書館が公開しましたね。で、そこにやっぱり六十番は総理大臣と書いてある。これで状況証拠はさらに高まりました。副大臣、これ今約くきの十九年、十八年、資料はないないの一点張りなんですよ。内閣府は。 それはせめて今回の公開を踏まえて半年もかかったのはおかしいと思いますがね。半年経ってようやく公開して60番は総理大臣と書いてあった。ちゃんと探すように指示しますと。最後そのことだけお尋ねして質問を終えます。大塚内閣副大臣、えー。すいません、今何を聞かれたかがいまいちよくわかんなかったです。18年、平成18年の。お2000。お お桜を見る会決済の綴りについては公開をされたということでありますけれども、2000、ないのを探してくださいな、うん、いのは探せないと思うんです、すみません、もう一度質問していただいてよろしいですか。探すように指示してください。大塚内閣副大臣2000年のお話ですか、ええ。ちょっと今の新型コロナウイルスの関連の質問だという話が、理事の方から出ているようでありますけれども。 質疑続けてよろしいでしょうか。18年、2018年、19年、まさに問題になっている名簿を探させて、そして誰がマルチ商法の主催者を招待したのか、もう該前性高いわけですから、探すように指示してくださいということです。私も貴重な質問時間採点ですよ。明確に答弁してください。 大塚内閣副大臣。これ、平成23年に公文書管理法が施行されまして、それ以降は文書管理のルールが明確化されております、まあ、それに基づいて、1年未満の文書として整理されているものはあ処分をされてございます、したがって、えー、その文書、ご指摘の文書は存在していないというふうに報告を受けております変わらない答弁ですが、私たちも変わりませんので、あのしっかり手を緩めることなく。 しっかり問いただしてまいりますえ。ひとまず今日のところは終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。